こんにちは、本日はパッチワークキルトの代表的なパターン六角形の縫い方をご紹介いたします。今回は、ペーパーライナー方式、ピーシングといって縫い合わせではなくて、中に紙を入れて縫っていくやり方をご紹介したいと思います。今日使うのはこちらで、レンガでお取り扱いしているのは金亀紙業さんのコットンボールペーパーライナーですね。六角形ヘキサゴンはいろんなサイズが出ています。今回見本で使うのは12ミリですね。で、中に100枚ほど細かい白い12ミリサイズの六角形が入ってまして、1枚だけこれは縫い代込みの型紙として使う、プラスチックの型紙が入っています。で、中に入っているこの白い紙とこちらを使っていくんですけど、こちらは縫い代込みなので、使いたい生地を取るときにはこちらで印をつけて、その印に合わせて生地を切っていきます。で、中に白い紙を入れてしつけをかけていきます。で、この紙なんですけど結構重なってくっついてますので、こう1枚ずつ剥がして使ってください。で、生地の中央にペーパーライナーの紙を入れて、で、縫い代を畳んでいきます。で、このペーパーライナーなんですけれども、イングリッシュペーパーメソッドとも呼ばれています。18世紀とか、まあ、あと19世紀とかもあるんですけど、イギリスでも流行したやり方で、それが後々アメリカに伝わって、アメリカでもこのやり方で作品作られています。で、昔はこのようなカットした紙は出ていませんので、作りたい大きさに、はがきとかそれから雑誌とか余った紙を六角形で切って、それを、生地でくるんでいました。東京ドームキルトフェスティバルなどで海外から来たアンティークキルトなども、確かこういったペーパーメソッドで、ペーパーライナーで作られたアンティークキルトのトップの裏側など見ると、まだ紙が残った状態だったりする作品が展示されていたような気がします。結構アンティークではその紙が入ったままの状態でっていうものも見られるようですね。最後にこの紙外してしまうんですけれども、まずはこれで一辺ずつアイロンで倒して、ここをしつけ糸で留めていきます。で、こういう形で順番にしつけ糸で留めていって、で、留めた状態がこちらですね。ぐるっと一周留めてあります。中に紙が入ってますので、小さい型紙でも角まできっちりきれいにできるのがペーパーライナーの特徴です。で、作りたい分量をある程度できたところで、これを巻きかがりでかがっていきます。中に紙の入った状態のままで中表に合わせたら、つなげたい辺を巻きかがりでかがっていきます。で、木はギリギリかがっていくんですけれども、まあ多少紙をすくっちゃっても後で剥がせますので、端から細かく巻きかがりでかがっていきます。で、かがるときにはしっかりした糸の方がいいので、キルト糸の方がいいですね。おすすめです。
で、これで一辺が縫えました。で、一辺が巻きかがりでつきました。で、これでつなげたい数だけ、まあ、横だったり縦だったりつなげていって、で、これで大丈夫っていう状態になったら、しつけ糸を外して中の紙を縫いちゃいます。で、自分でつなげたい状態まで出来上がったらば、こういった形でベースの生地にこれを乗せて、端を祀っていきます。縦祭りで祀ります。これは中心に黄色を入れて、お花の形に仕上げたおばあちゃまの花園という、六角形では有名な配色のやり方です。横につなげてもいいし、ひし形にしてもいいし、好きな形でできますので、歯切れでいろんな楽しみ方ができると思います。で、こちらがペーパーライナーのやり方で、ピーシングで縫った六角形の見本がこちらです。一辺一辺縫い合わせるときに、印から印まで、で縫い合わせていくと、このような形で、縫い代がぐるぐるっと風車のように倒れます。ということで、こう全部縫い合わせが終わってから、きれいにアイロンをかけていくと、重なる部分が少ないのでキルティングがしやすいです。どちらにもメリットがあって、やりたい、まあ、やり方が好きな方でやっていただいてもいいですし、まあ、特に小さいものの場合はペーパーライナー非常に角がきれいにできますので、あと、まあ、ちっちゃな歯切れもこれで有効活用できたりっていうこともありますので、お好きなやり方、それから作るものに合わせて選んでいただけたらと思います。で、ペーパーライナー、これ本当に一つずつ作っておいて作りためたもので、例えばこんな風に余った歯切れと、それからビーズ、それからブレードなどでちょっと簡単にアプリケすると楽しいバッグになったりもしますので、ぜひ歯切れの整理とか、ちょっと面白く使いたいなっていう時に縫いためておくと、いいと思います。これからエコバッグ使う方も多いと思うんですけれども、市販のキャンバス地のものでもご自分の好きなプリントをアプリケしたりすると変化がつけられるので、ぜひいろんな形で楽しんでみてください。では本日は六角形の縫い方、ペーパーライナー方式をご紹介いたしました。